この度竜ダの新 CM で大人の進路担当竜太子を務めさせていただきました深田京子です。す。本日はどうぞよろししくお願いいたしますさあ今まさに皆様にその新 CM ご覧いただいたんですが CM のイメージそのままにご登場いただきました竜太の,のブランドカラーの青に、はい、さらにはメガネもかけていただいて、はい、なんだかこの発表会にかける気合いを感じます。はい。 デューダコさんのイメージからの、はい、スーツを着させていただいて、はい、そしてメガネで、はい、来ました。いや、格好よく決めていただいて、今日本当にね、たくさんの方々にお集まりいただいて、ちょっとこのメガネを持つところが、あ、あのポーズだと思って、ちょっと私ワクワクしたんですが、はい、いや、いいですね、このデューダクさんのポーズも決めていただきました。ありがとうございます。デューダに関するクイズに挑戦をしていただきます。 自信のほどは全問正解できるように頑張ります。はい、頑張っていただきましょう。サマルパツの札お持ちいただきました。はい、さあ、それでは早速参ります。第一問です。はい。転職へのイメージは実はポジティブ派の方が多い。丸かバツか。ちょっと待った。<laughs> ちょっとちょっとちょっと待ったちょっとちょっとちょっと待った私が大人の進路担当本物の龍凧です。どうも どうも龍田子です。深田恭子さんが二人に増えちゃいましたけれども、はい、さっきその下で牛丼十杯食ったらこの体になります。すごい成長しましたね。はい、<ー>いやあ、なんかびっくりした。かなりの成長っぷりに、はい、実際の深田さんも驚いてらっしゃいますけれども、あの龍田子は一人で十分。いや私なんです。私が本当の深田恭子です。なので今から。 クイズで勝負しましょう。その証明します。私が本当の龍田子です。いやあ、ちょっと深田さんもかなり引いてらっしゃるんですが。びっくりした。どうです。ちょっとあのセンターを割って二人並んでいただいていいですか。ちょっと。えー、<laughs> 大きいな。 どう,どうですか深田さんご覧になっていやーなんかすごい堂々,堂々とされてて負けちゃいそうです勝ちます <laughs> そうですね堂々っぷりたるものはすごいこの姿勢からも伝わってくるんですけれどもなんか佇まいは深田さんになんかちょっと見えてきましたねあ,ありがとうございますっだって私が本物ですから <laughs> そうなんな喋り方してないもん <laughs> さんどうしましょう。デ、うん、ューダコはちょっと2人いらないので、ちょっとクイズで対決をしていただきたいんですが。対決中勝負絶対負けない。はい、<laughs> 新テレビ CM で行っているデューダコさんの決めポーズ、D、はい、ポーズをここで決めていただきましょう。デューダコさんなら間違うはずがありません。もうこれで。 本物のりゅうださんがわかるんじゃないでしょうか私のせーのの合図で決めていただきますまよろしいですかラッキー問題です,とうすそうですね <laughs> ラッキー問題ですよ <laughs> さあということでこれで結果が判定いたしますそれでは参りましょう <laughs> せーの <laughs> えああのー、大きい方のりゅうださんそのポーズはだっちゅうのと D カップもかけて D, 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 D ポーズ D あこれが D ポーズあ、その胸の部分で D を表現されているということですね。D カップ、うん、いやーちょっと CM で見なかったなと思うんですが正解はもちろん、深田恭子さんの D ポーズです。おめでとうございますさあということで、龍だこさんの決めポーズが決められない、はい、ということは。 大きい竜凧さん、はい、がり途中の福島さんですね。そうです、あれたち福島です。あ,ざすあの、私が本物の竜凧だということが証明できて、よかったです。さよなら、偽物の竜凧さん。<laughs> 本物の竜凧さん、さよなら。<laughs> 今までありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。とい,したということで、はい、偽物には帰っていただきましょうか。はい、<laughs> はい、ありがとう。 ございます。本編 C. M. ちょこっとだけでもいいので、出させていただきます。また、で終わっちゃいました。終わりましたすまああ。すいません。あれ、しゃ。